皆さんこんばんは。アンエピックの続きやっていきたいと思います。さて、前回ねエクスカリバーをゲットして、で今日はとりあえずガッチャン呼んどこうか。はい、縦の破片ですね、こちらをちょっと集めていけたらなと思っております。さて、どっか上からまず行こうか。一部屋一部屋調べていった方が良さそうだね。ういよし、もうガッチャンがいればこんなもんですからね。探索は余裕ですよ。じゃあまず左は意味ないから下行くしかないんだね。ほい、よし、ほい、あ、痛い痛い痛い、頼むぜ。もう一体ぐらいやっときたいね。ほい、死ぬまでに。よし、よし、ここまで OK。で、まずは左側の方から見ていっちゃうか。そっか、もう行かなくていいと思ったけど行かないといけないんだな。まあ緑のエッセンスも溜まってるしね。とりあえず左側だけを探索して箱を開けていきましょう。こっちの下はなさそうね。とりあえずこっちから行くか。ふい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 、いいねいいね。さあ、どうしようか。ちょっと滑りやすいね。はい、ちなみになんとかギリギリ持てるか。ここはエクスカリバーでいいな。あ、武器持たない方がいいね。これですね。ちょっと待って、一旦こっち下がってエクスカリバーをこうすると、であとはこっちのマップは特になさそうですね。ほいほい、よし。で、ここは1個取ったね。あと下行って左の方か。下だったら向こう行けなくはないんだけどな。はい、危ない。よし、あった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 、向こう側にもあるね。あそこは、あれ、あそこ、こっちの方にあったっけ。あー、なるほどね、あっちから行くのね。こっちは、ほい、よし、振りかぶる前に、よし、さあどうして。やばい、はい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 。上は、上ありそうかな。上これあんのか、ちょっと微妙だね。ほいほい、もしかすると左上の方あるかもしんないね。ただあの魔法を唱えてくるのがめちゃめちゃ厄介だから、あいつは動き止めたいね。嘘だろお前、今振りかぶる。なんだあの野郎、様子見てんな。ほいほい、よし、
やつが後ろ向いてからだ。ラッキー。はいはい、よし、さあ叩け。オッケー。いやー、だいぶ余裕になったね。で、ちょっくら回復しときましょう。あと盾が6個か。こっち側あったっけ？コウモリ。あるね。はい。ふい。ふい。よし、倒していこう。ふい。さあ、倒していこう。よーし、オッケー。危ない。これで用済みだね、こっちは。ほら。さあ帰ろう。さあ帰ろう。あー。いっか。これで、残すは、こっちの下のあっちだね。よし。倒していこう。ふい、ふい。で、ちょっと待って。ふい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 、ファイヤーボルト。余ってるから大丈夫よ。ガンガンやっちまおう。さあ安全にね。よし、こんだけ燃やせば余裕だろう。よし、でもう一個盾ゲットと。はい、ゲッチュー。で、左側あるかな。左側ない。いや、ちょっと見てみるか。赤い騎士がいたはずだよね。こっちの方にもあるかどうか。あ、ボス部屋があるんだ。そっか。で、宝箱あんね。ほい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 。ちょっと遅い。ガッちゃん遅かったよ。これ以上持てないって。さあここもゲットして、ここボス部屋だね。忘れないようにしないと。あと3つだね。とりあえず3つ取って、クエストクリアしたら、あのボス部屋行くしかないね。次は。下から行くか。明かりともしてないみたいだしね。さあって、いるかな、敵が。ん？明かりともしてない？上か。こっちかな？あ、危ねえ。おー、出会い頭来たねえよ。よし、全部灯した。イルミネーション。イルミネーションだって今更使わない気がするな。ことここに至っては。イルミネーションいらないね。いや、まあ使うっちゃ使うんだろうけどね。ここの下は行って、行ってるよね。あ、行ってるね。で、ここなんだっけ。あ、エクスカリバー引いたとこだ。あー、で、あと行ってないのが、なんかさ、書類もらってこいってやつやってないよね。そっか、あれもあんのか。あの書類もらってこいのどこだったっけ、場所。忘れちゃったな。ほいほいほい。さあて、ボスにも効くといいね。まあ、ガッチャンの攻撃はボスには効かないだろうな。まあ、周りの雑魚敵を止めてくれるだけでも。ほい。ほい。
凍結でちょっと振るのが遅いね。これ下もあったよね、さっき見たら。もうぶっ放していこう。さてさて、はい、さあ倒していこう。このぐらいやっとけば、あと追加ダメージで。よし、さて、このぐらいやっとけば、あと追加ダメージで。あ、痛っ。ガッチャンがたまに遅れるから、まあそれ以上のエッセンスが手に入ってるからね、問題ないでしょう。危ない。これ下だね。これ倒して、ほいほいほい。あの下は何もないんだよね。何もないよね、あの下はね。あと2個だね、右側の方だね。こっちだね、多分あと2つあるのは。さーて、じゃあ下から行こうか。あれなんだ、ここ行けんじゃない？なんか壁の色違くね、これ。あ、そういうわけじゃないの、これ。宝箱どこにある？あれ、ここないね。あら、開いたぞ。いや、勝てガッチャ、よし、ガッチャ、よし。あー、硬い。あっぶね。なんだ、これ壊れんじゃないの？あれ、壊れないね。もう一個上か？いけ、2、3、4。ここ壊れんのかな。あれ、なんもないね。とりあえず下見てみるか。はい、ガッチャン。あー、左下にあったね。いやー、攻撃できる隙がないね。止めてんのありがたいけど。めんどくせえ。ちょっと倒せ。よし。まあ落とすだけで済んでるからいいよね。はい。はい。よし。ファイアボール当たったんじゃない？ほら。燃やせ。下やだな、あそこ。最悪、エクスカリバー変えさせられるわけにいかないしな。下行くには、ここ通ってけってか。こいつら叩いていくしかないからね。あ、左上にあんね。よし。ほい。よし。問題は下の魔術師だな。
いせ燃やせ。よし、危ないやつを退治した。でこの右っかだっけ。くらえ。100で作らんの痛えな。まあ回復していきましょう。よしよしよし、まあしょうがないね。再生使って召回復使いましょう。よし、盾揃ったね。じゃあこっちの後右っか行くだけだね。さあ何がもらえるでしょう。ほい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 、ちょっと危ないね。よし、さあ、あ、報酬もらえっかな。これ以上アイテム持てませんってなると嫌だな。あ、でも、あれか。イベントアイテムが。ほら。ほら。ちょっと急いで上行こう。危ない危ない。はい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 。ほい。よし。ほい。持ってきたぞ。I bring you the items as requested.ファンタスティック。我が知識を与えよう。ああ、プロテクション的な敵の攻撃が身を守る魔法。防御スキル。いやあ、もうそんなレベルの次元じゃないんだよな。メールプロテクション。呪文書に書き写す。あ、でもこれ使えるね。3分の1軽減する。これいいんじゃない？近接防御上がるのありがたいね。ウィンドカッター。15秒間長剣による攻撃で真空波を出して遠くの敵を攻撃できるようになる。これ全然使ってないね。使えるのかなこれ。よし、せっかくで今使ってみるか。ウィンドカッター。あー、何この範囲ってことね。試しづらいね、効果が。効果が試しづらかった。で、あとは、ちょっともう一回ウィンドカッター使ってみたいな。使われているかな。貫通攻撃か？ちょっとあいつで試してみっか。あべ、しまった。15秒か。忘れてた。ほい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 、あれ意外と強いんじゃない。てか普通にこの剣自体が強いか、もしかすると。あ、お役所仕事があるわ。残ってたね、そういえば。とりあえずいらないものを売って、ダガー売って、これも売っちゃいましょう。サファイア売って、これもいらないんじゃない。防具っつってもね、ないよね。ヘイスト変化ね。キュアポイズ、サモンファイアスピリット。そう、サモンファイアスピリットも強いのか分かんないんだよな。とか試せるやつらいないかな。いや、ボス戦で使えるかもしんないからね。
全滅か。ちょっとこの購入証明だけ行ってみるか。一番下だっけ。適当に話していけばいけんのかな。はい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 。一番下でもらえばいいんですかね。始まりはここでしょうか。あ、こっちか。ここからもらえばいいと。はしごを登って右ね。An approval for a 2212. Is it? Right. It's very simple. Just go to the 1階上の赤い盾。1階上の赤い盾ね。はい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 。1階上の赤い盾。1階上じゃなくねえか。赤い盾なんて ここにしかなかった気がするけど。これじゃないの？ We can't just go handing out a but of course, not good enough. Mine got where? どこだ？ In the bone. ここだな、問題は。ここが誰かってことだな。An MC3805. Where can I camera? あ、肖像が必要。そうだよ、そのために俺肖像画買ったんだけど、お釈迦になったんだわ。肖像画はね、右側だったと思う。せっかくだ、こっから行くか。こっから行って、あ、行って精霊を、精霊、精霊役に立たなくね、あんまし。あ、何？触れればダメージ与えるみたいな。精霊どれぐらいいてくれんの？そういうこと。精霊、精霊、精霊、はい。微妙だったな、あれ。精霊微妙だったな。え、あれ1500もしてたのよ。正気の値段じゃないよ。ちょっとこれでぶん殴ってみるか。ほい。なんかさ、すげえ追加でダメージ与えてるわ。危ない。え、この追加ダメージ強くない？ 350% 与えてるけど、どうしちゃったのこれ。なんかすごいね。これで何事もなくいけそうな気がしてきたよ。あばい。さあ、ちょっと証明書発行してもらいましょうね。写真ください。よし。で、せっかくだから購入証明までやっちゃおうか。で、次ボス。もうそろそろ終わりじゃない？多分そろそろ最終回が近いと思うんだよね。さて、ちょっとこれでダメージもちょっとあれやってみようか。450255。これでカッターは、あれ、こっちは追加ダメージないね。こういうのは、あ、まとめて壊せんね。うい。これは強いのかどうかがちょっとわからないね。うわ。うい。うい。あ、痛い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 。アーマー損傷した。右だったよね。この下でよかったっけ？ちょっと経験値多くもらえるなら、経験値多く欲しいです。これやっぱさ、クリットの方が使いやすいんじゃねえかな。
できればまとめてやっちゃいたいとこだね。いやー、ちょうど場所、あばいばい、死ぬ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 、あぶね。いやね、ちょうどウィンドカッターの範囲内に3体入れたいと思ったらさ、ちょうど等間隔だったよね。でもレベル上げなんかしやすくなったね、これのおかげで。追加 EXP が入るから。これならドンキの武器、あれいけそうだね。技、敵がわかんないからね。打撃か剣か。よしよし、さてリベンジです。購入証明書までやると長いか。まあいいか。ほいほい、勝てーわ。ほいほい、こっちだっけ。うん、ガンガン回復していこう。クリット、よし。ほい、ちょっと危ないからね、倒しとこう。ほいほい、さあじゃあサクッとやっちゃいましょう。ここか、受付ね。でここでしょ？ん？ここじゃないか。あれ？ここじゃなかったっけ？この後にこの後に一番下行けばいいのか。いや、骨の窓口で聞けよっつって骨の窓口で聞いたんじゃなかったっけ？あれ？なんかもらえたけど。なんかもらったぞ。これ適当に話していけばいける系かな。正規の一番奥、下かな。あ、正規のだから上でいいのかな。登録証があればいけるのかな。発行してください。これどうですか。コインもらったね。コインもらったら今度一番下だね。じゃあ遡っていくと、そっからもらってこいって言われたよね。その案内をした人がこっちの人だよね。違ったっけ、一番下だっけ。だよね。でこの下じゃない。はい。で、N200 ってなると、いやー、これだからお役所仕事は困っちゃいますよ。あれ、ここじゃねえ、頭蓋骨の窓口？これでいいのか？マジか。もう一個上かじゃあ。もう一個上か、一番上だな、じゃあ。あなたでしょうか。上か。一番上行けばいいかな、じゃあ。はいはい、一番上行かせていただきますよ。ここで多分もらえんだろう。だよね。よし。はい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 。で、どっちだ？どこが最後だ？一番左下かな。一番左行ってそこで最後終了だな。じゃあはい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 、よこしな。未署名の今度承認をもらわないといけないからね。はいはい、承認くださいな。よし。
certificate of the なんてこった。I almost got mad. ピーヨンが入ってしまったぞ。Finally, un punto obtain certificate. I pleased. I get あ、そっか、俺ボンブレイカーのためにやってたんだ。いや、ボンブレイカーもらっちゃった。どうしよう。ボンブレイカーの強さは？あれどこ行った？ボンブレイカー。インベントリー整理。やべえ、ボーンブレイカー強いんじゃん。14だって。ちょっと待って、レベル上がれば。レベル上がれば14行くぞ。あれってか、俺レベル上がってる。あれじゃもう。これでボーンブレイカー。おっと、まさかの。ここに来て。で、これ。え、違う。ボーンブリーカー。よし。で、これアップグレードウェポンでしょ？あれ、アップグレードウェポンどこ行った？あ、で、これも覚えられるじゃん。あれ？アップグレードウェポンどこ？あ、いった。いでよ、進化しよう。336。で、ここで魔法を。メイスマスタリー。6回まで重ねかけ可能。効果は死ぬまで持続。これやばいんじゃないのこれ。いかにもやばそうな感じだけど、これ使えないな。重ねかけが可能ってどういうこと？ちょっと試してみようか。うわ。やべえわ。いやーこれあれだったな。失敗したな。試したかったな。試すってあれで。その、強化する前と強化した後で、どんだけ火力違ったのかちょっと試したかったな。ちょっとこの状態でぶん殴ってみていくつダメージ入るか。試してみましょう。どっちがいいんだろうね、ボス戦ね。ドンキか打撃か。打撃か。相当強いんじゃないこれ。こんな野郎に対して前。804って。クリティカル804って。3発できるようになったね。こりゃ強いわ。しかも死ぬまで持続するからね、これ。ドンキ強化。えぐいでしょ。6回まで重ねかけ可能で、しかも死ぬまで持続するというね。これ、どっちだろうね。エクスカリバーとどっちが強いか。まあ、エクスカリバーの方が強いんだけどね。で、ちなみに、レベル2余ってんだけど、鎧は、プラス上の鎧は？あれ？ 11 の鎧しかない？ 13 の鎧ないか。弓はもう他にないもんね。うん。とりあえず今回はここまでにしようか。プレートアーマーもこれしかないみたいだし。こっち装備しとこう。はい。ということでね、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。次回は、ボスですね。倒していけたらなと思います。で、ここがまだないんじゃない？ここ。こう最終面みたいな。まだ終わりじゃなさそうだね。そこの方、とりあえず、次回ボスを、まあ、ボーンブレイカーかエクスカリバーでちょっとね、狩れたらなと。いったところで今回はここまでにしたいと思います。また次回、お楽しみに。さよなら。